たちはね、もっと前から、ね、このアイテム見てたんですけど、大待望。そう、本当待望の本日の新作、やっと発売でございます。はい、ではこちら1点目からご紹介していきます。こちら品番が 5754C のケーブルニットドッキングチュニックです。お色はベージュ、ライトカーキ、ブラックの3色展開で、お値段税込み6290円でございます。はい、はい、そして実際お見せするとありがとうゆうちゃん、こちら畳んでるのがブラックです。はい、はい、そしてでゆうちゃんが着てるのがライトカーキです。はい、で私が着てるのがベージュですの3色展開で、お値段税込み6290円でございます。はい、ではゆうちゃんおすすめポイントお願いします。はい、こちらはですね、結構前にあの水しずくめちゃくちゃ人気だったアイテムがちょっともうリメイクというか、まあ、新しくなって帰ってきたんですが、はい、もうなんといってももう全体のシルエットが可愛いアイテムでございます。はい、ニットドッキングなので、もうこのまま縫いとつかれているので、1枚でレイアウトした風に仕上がるアイテムでございます。で今回あの商品ページもね、ちょっと可愛くしてもらって、カラーもちょっとなんかカフェみたいな感じに作り上げておりまして、はい、こちらはですね、何でしたっけ、ソイラテ、ソイラテでございます。ございます。同色のね、配色が、そうそう。でこちらは何でしたっけ、ね、ダークモカ、ダークモカですね。はい、ちょっとオーラっぽいね。そうそうそう、はい、こちらはあの抹茶ラテみたいな感じです。はい、っておりまして、すごいこの淡いカラーというのがなんか秋っぽくて、うん、ちょっとなんか温かみがあって可愛い配色っていうのもすごいポイントで、うん、一番のポイントはやっぱこのシルエットですね。そうね、下のねこのボリューム感がなかなかやっぱりこういうのがあまりないので、うんうん、結構なので張り感があるシャツ生地なので、このふわかり感が形状維持できますし、横はこのサイドリボンになっていたりと、そう、可愛いですよこれ、可愛いのアイテムでございます。ございます。はい、でもね、マーガレスって結構ボリュームが出る分結構重かったんですよ、うん、けどそれも軽量化されまして、はい、より着やすくなってます、はい、アイテムは、はい、そうそう、てな感じのおすすめアイテムでございます。じゃあありがとうございます。はい、うん、そう、マーチャさん普段は普段はやんって、そう、はい、普段はやん、そうイメージがでもそんな感じですね。ね、でも可愛くないですか？うん、そう、名前すら可愛いってね、可愛いですよね。じゃあコメント読んでいくんですが、若さん、ソイラテは、ありがとうございます、ソイラテ言ってくれソイラテは黄色みあるベージュですかって。そうですね、結構黄色みがある、黄みがかってるベージュですね。うんうんうん、ちょっと結構黄色み、でも本当同系色とこちら思ってもらっていいと思います。多分ちょっと今ね、画面だとちょっとライトで飛んじゃってると思うんですけど、結構黄みがかってる系のお色味のベージュにはなっております、うん、はい、あ、名前すら可愛いってありがとうございます。めっちゃ可愛いでしょ。でも本当ね、そのまんまの色味って感じなので、うんうん、そう、どれも可愛いんでございます。うん、あさみさん、去年あったドッキングニットと形違いますか？去年欲しかったけど迷ってたら売り切れましたって。そう、去年ね、大人気あったんで、形は結構似てます。ただちょっとこのケーブル感の編み方が若干変わってるのと、あとね、ちょっと軽量化になってます。はい、なのでより軽くてより着やすくはなってる感じにはなってます。ちょっとケーブルがね若干違うんですけど、でも形は結構ほぼ一緒と思ってもらっていいかな。あとはやっぱカラバリが全然違いますね、うん、これは多分去年あったのとほんと近い、ほぼまあ一緒ぐらいのお色味なんですけどね。今ゆうちゃん着てるのとかなかなかないですし、そうそう、あのね、こっちの色もね、かわいいしね。かわいいですね。かわいいです。はい。あ、ゆうちゃんいいじゃない。いや、そう、さっきあの、ワイドパンツ合わせてたんですけど、うん。ちょっと中にパンツ入ってたんですけど。大人っぽい。さっきワイドパンツしてたんですけど、うんうん。やっぱ好きに合わせだとね、やっぱこのフレア感が際立って、ちょっと大人っぽく、確かになるので、雰囲気が違うんではないでしょうか。何でしょうか。大人だよね。大人ですね。かっこいいです。うん、あ、汗じみはどうだろうってあるので、じゃあちょっと汗じみ検証しますか。ベージュかな、一番気になる。そうね、ベージュですね、うん、これって別々でも使えますかってあるんですけど、これはね、ドッキングになっております、ね、そうなんです、ドッキングになってます。もともと縫われております。そうそうそう、こんな感じ、あ、こんな感じ、まあ、まあこんな感じですね、まあ、ベージュはそこまでかな多分、このね、カーキとかは結構ベースが、そうですね、なんか、うん、ちょっと乳白色っぽい、うん、若干、うん、真っ白っていうかね、そう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 、そうね、どれもなんか真っ白ではないですね、そう、これも真っ白ではないですね、うん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 、これなんていうのがすごい忘れちゃったけど、これもまあまあまあ
あの結構薄いのでね、でもすぐ乾きそうな気がする、うんうん、ここに身幅がここ結構バルーンスリーブみたいなところで、うんうんうん、結構あの脇との距離がめちゃくちゃ空いてるので、うん、ダイレクトにはあんまりいかないんじゃないかなと思ってます。うん、確かに私もそんな気がする。本当ここね、めちゃ多分もう一個腕入るよね、これ入ると思う、うん、もうぐらい結構ボリュームあるし、うん、多分これから寒くなってヒートテックとか着ることも増えると思うんで、着ても多分そんな透けないので、うん、ってなったら汗じみはそこまで気にしなくても大丈夫じゃないかなと思います。ニットの下は、うん、ここは開いてて、ちょっとここはなんかカットソーじゃなくてシャツではなくて、ちょっとなんかペチコートみたいな素材になってます、うん、なので身頃は中はね、うん、裏返すると、あ、ありがとうございます。ここだけちょっとあの縫われて、襟元が縫われてる感じなんですけど、うん、裏返しますとですね、ズズ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 、あ、すいませんです。裏返しますと、このシャツの袖のところは全部シャツ生地なんですけど、うん、ここの身頃だけあのペチコートみたいなサラッとした素材なので、うん、結構なんだろう、そんなに厚みがないので、うん、あの開け始めでも全然厚くないと思います。うん、いい感じぐらいです、うん、まあはい、結構着やすいと思います。うんうん、じゃあ下着、あ、ブラックを着てほしいってあるので、じゃあちょっと私着替えてください。お願いします。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、でも黒はね絶対可愛いから、そう、いい作り、ありがとうございます。いい作りなんですよ、結構ね、この見えないところもちゃんと考えられているというか、なのでなんだろう、結構ボリューム感あるけどそんな着ぶくれ感はない気がします。うんうん、ここもねシャツとかだと結構なんか重ねるとね可愛いけど着ぶくれしちゃうのでね。うん、シャツ部分も張り感ある感じですか。張り感ある感じです。うん、結構張り感がある感じなので、このふんわり感も形状されてる感じですね。うん、なんかどのぐらいだろうね、薄手のキャンバスバッグぐらいあるんじゃないかな。あ、確かにめちゃくちゃ薄手のエコバッグみたいな、そのぐらいの生地感はあるかなと思います。うん、あ、中見せていただいてありがとうございます。とんでもないです。そう、全色可愛いんですよね。うん、そうそう、カーキはね、ブラウスはなんて言うんだっけ、きなりみたいな感じか。あ、確かに、うん、きなりみたいな感じなので、若干オフホワイトではない、真っ白アイテム、これかな、これとか結構真っ白のいいパーカーですけど、比べるとやっぱりこっちの方が黄色っぽい感じですね。うん、うん、でございます。このまま前後差ありますか。前後差は、前後差は一応ないのかな。前後差はないかな。そうね、ほぼないですね。ちょっと肩位置がずれたら、確かにね、ちょっと後ろが上がって見えるかもしれないんですけど、うん、多分きっちり合わせてもらってもそんなないと思う。ないです。私でもお尻の一番下ぐらいまで隠れるので、うんうんうん、結構長めでございますね。うん、うん、感じですね。そう、はい、うん、です。首元はチクチクしないですか。全然ね、チクチクしないです。結構ね、このニット自体は柔らかいんですよ。柔らかいね。そう、そのね、首元もそこまでピタって反ってなくて、ちょっと私でゆとりがある感じなので、チクチク感はなくて、本当柔らかいので結構着やすいです、うん、そして黒も可愛くないですか。可愛い。じゃあ黒似合う。え、ほんまに黒にしようかな。似合ってるな。ほんまに似合ってる。やったなんか、そいがての方と迷ってたんですけど、黒はこんな感じ。ここのね、身頃は、身頃って、ここのシャツ自体はちょっとモカブラウンって感じ。でもブラウンも結構淡いよね。淡い。うん、全然淡い。そう、ちょっとピンクも入ってる。ほんまにチョコホイップぐらいね、ほんとチョコホイップってか、ほんとなんかダークモカがマジであの一番近いと思います。うん、でも黒もね、可愛いですよ。すごいおすすめです。ちょっと下行きますね。うん、あ、エイズさん、リボンをもうちょっとキュッて絞ったらボリュームを抑えられますか。あ、なるほど、ここですね。確かここはね、リボンは取り外し、ここはもうくっついてるんですけど、ドッキングなんで、リボン自体はここは自分で結べるので、じゃあ一番きつくしてみましょう。うん、あ、ゆ、若さん、ゆうちゃん、ソイラテをスカート合わせしてほしいです、だって。あ、はい。あ、ゆうちゃん、ちょっとスカート履いてくれてる。うん、でちょっとソイラテしてもらいましょう。うん、あ、マニさん、シャツは秋仕様です、秋冬仕様ですけど薄めですか。シャツはね、まあでも今から着れます。
だから冬は1枚だったら寒いです。ニットもそんな分厚くないので。でも中にヒートテックとか着たら問題ないかなと思います。一番きつく絞ったらこんな感じ。あ、でもボリューム抑えられましたね、うん、よりスッキリした感じ。こんな感じです。一番この紐をきつくしました。だったらなんかリボンの感じも見て出てちょっと可愛くない？リボンの長めになってちょっとボリュームが抑えられますね。可愛い、いいと思います。うんです。ちょっと上戻りますね、うん、あ、ちいさん、アイロンしないといけない素材ですか？シワ感あった方が可愛いですか？あー、まあ、アイロンし、まあ、張り感のあるシャツなのでこれは全くアイロンがいか、アイロンじゃわ、シワがいかないとは言い切れないです。やっぱ多少はシワいっちゃうと思います。はい、でも私は多少ぐらいシワいっててもこれは楽しんで、なんかこう結構ボリュームがあるんで、ここのね、裾自体にだからそんなシワは気にならないと思う。これが結構ピッてなってたら普通になんかドッキングになってるだけ、下からこういうボリュームとかじゃなくて下から裾から見えてるだけだったら結構シワ気になると思うんですけど、こういう波打ってる感じなのでそんなシワは気にならないかなと思います。めっちゃシワくちゃって感じ、えって感じだったらあの多分アイロンしてもらった方がいいんですけど、なんか多分多少ぐらいだったら、ね、全然大丈夫かなと思います。はい、うん、あ、MRK さん、どんな歌羽織れますか？あー、あ、でもなんか中身ちゃんコラボとかいけるんじゃないかな。で、まあ、あの袖自体にバルヌ袖っていうかボリュームはあるんですけど、生地がやっぱシャツなので普通にこういうアウター羽織ってもらっても可愛いと思う。あ、全然いける、あ、全然いける、まあ、ちょっとね、やっぱこの裾感のボリュームは抑えられちゃうんですけど、まあ、でもアウターもね、全然問題ないですね、これは。うん、アウターは問題ないから、裾のボリュームがやっぱ出したいなって方とかはショート丈の方がいいかもしれない。私は多分全然気にせずこういうのを着てしまうが、あの裾のボリュームをちゃんと出したいって方はショート丈のアウターとかで着てもらったらいけるかなと思います。はい、うん、でーす。ゆうちゃんがうなっている、うん、あんまりスカートが最近なかったですよね。あ、そうね、確かに。まあさ、横のリボンを垂らす感じできたら変ですかね。あは、多分変ではないけど、おトイレ、お手洗いとか気をつけてもらってもいいかもしれない。うん、こんな感じか。あ、でもやっぱりリボンちょっと軽くは絞ってる、あの縛ってる方が可愛いかもですね。こんな感じ、でも変ではないか。ちょっとリボンが苦手な方とかは普通にお団子結びというか、まあ1個リボンにしなくてもいいかもですね。こんな感じ、うんうんうん、リボンにしなくてもいいと思います。でもお手洗いの時は気をつけてもらった方がいいかな、巻き込まないようにね。うん、こんな感じ。あ、でも、あ、結ぶだけでも可愛いですね。うん、いいと思います。はい、あ、もみちゃんのコーデ、妊婦さんでもいけそうかな。あ、私のコーデやったらいけるかな。下ね、私プリーツパンツなんで結構ゆとりはあるんで、まあ、ウエストも多分リンゲツさんだったらちょっときついかもなんですが、初期さんとか中期さんぐらいやったらいけるパンツなんですけど、多分ここがねボリュームが出るから、妊婦さんとかでも苦しくないと、パンツ、あのデニムとかだったらきついと思うんですけど、私のコーデだったらいけるかなと思います。はい、うん、ちょっと上戻りますね。うん、あ、いいやん、でもかわいい、いけてるかな、いけてるいけてる。多分ね、スカート合わせるならなんかね、うん、キアードとかよりね、そう、タイとか無地の方がいいかなって思いますかね、うんうんうん、結構ガチャガチャしちゃうかも、チェックとかだと、うんうん、無地がおすすめかな。確かに私もそんな気がする、うんうん、無地で結構すっきり見えるやつ、うん、マーメイドとかタイとか、うんうん、いいかもですね。いいかもですね、うん、はい、あ、ちかさんがモピユちゃんガチ買いしますかって。します、します。もちろんします。ただお色がマジで決められない。でもゆうちゃんカキかな。カキいいよな、うん、やっぱりこの色可愛い。でもこの色も可愛い。そう、この色は不動で可愛い。いや、間違いないねなーって、うん、確かにな、そうだけどな、このアイテムといえばこの色って感じ。いや、そうそうそう、これといえばもうこれ、うんうん、なんかもうメインカラーって感じなのでね、むずいな、むずいな。まだ黒着てないのでちょっとあれですけど、せやね、私もまだカーキ着てないから、そう、最後までね、頑張って決めようと思います、うん、はい、です。うん、あゆさんがゆうちゃんできることに、おごめんなさい、ごめんなさい、前に倒れてしまった。
大丈夫かな。この際めっちゃ変な顔してたかも。あ、めっちゃ歩いてる。こう言ったら画面ガシャンだったから。確かに確かに。あ、忘れた。ゆうちゃんの反射神経が良かったですね。です。どこにあるのかな。あ、ワインさん、サツの塩を教えていただきありがとうございます。キモ感はないですよね。キモ感はないですね、うんうん、結構コットン 100% って感じ。コットン 100% だったよ、ごめん、私がボーッとしてた。 100% って感じててコットン 100% じゃなかったら申し訳なかった。あ、そう、シャツ部分は綿100ですね。そうですね、綿100なの。本当に張り感のある綿シャツ、うん、なので結構春の初めとかでも大丈夫なんです、うん、梅春の3月とかでも全然暑苦しくないかな。うん、全然いけると思います。はい。うん、はい、です。あ、石川さん、ゆうちゃんのスカートとオリジナルのマーメイドスカートど、うん、あ、こちらスカートね、どちらがゆかりありますか？こっちか。うん、私もこっちな気がする。これ今多分在庫がなくて、そうだよね、サイズも難しいんですけど、これは結構緩めな感じのマーメイドでございます。はい。です。じゃあ一旦コメントも大丈夫かなと思いますので、はい。じゃあ次のアイテムの着替えてこようかなと思います。はい、まあ、1個だけコメント読みますね。あれどこ行った？あ、あった。マキさん、カフスはボタンですか？なんかかわいいって。カフスボタンです。ちゃんとボタンがリアルにありますので、そうそうそう、開きます。1個だけね、うん、あるので全然まくって余裕でございます。ございます。うん、はい、さあ私は着替えてきます。お願いします。はい、あ、センスつけてありがとうございます。うん、いやー、ハーフパンツね、ロングショートブーツもね、絶対可愛いよなって言った？言ってない。言ってない。いや、ショートブーツも絶対、あ、ショートパンツも絶対可愛いですね。で、昨日したんですけど。あ、そうかそうか。あ、可愛かったよ。めっちゃ可愛かった。のんちゃんがしたみたいだね。またいつかどこかで上がってくると思う。そうね、いつかどこかで上がってくると思う。はい。うん、私のメガネは私物です。これあのライト、ブルーライトカットでなので、あの、これしながら仕事してたんです。なので伊達っちゃ伊達ですね。伊達です、うん。ワイドデニム履くならシャツ入れた方が良さそうですか？山口さん、そうですね、シャツ入れると結構こうボリュームがあるので、どうだろうな、結構お腹膨れて見えるかもしれないですね。うんうんうん、ボッキングなのでいけんことないかもしれない。いけんことないな、多分いけんことないですけど、ここのシャツ地が結構あのボリューム感とあのシャツ量が多いので、ワイドデニム入れると結構この周りが苦しくてお腹がちょっと太って見える気がするので、ワイドデニムでも出してなんかした方がいいかなと思います。うんうん、ヒールとか